桜塚やっこんの死因&事故現場の写真がヤバすぎる。桜塚やっこんはピン芸人としてスケバンオソレコのネタで注目を集め、声優、俳優、歌手などとしても活躍した。桜塚やっこんは2013年にトラックにはねられ、桜塚やっこんの運転する車が中央分離帯に衝突、その後事故対応などをしようとした桜塚やっこんとマネージャー砂森田肩郎さんがそれぞれ後続車にはねられ亡くなりました。状況的に現場は雨が降っていて、さらに発煙筒が役立たないぐらいの霧に覆われ、さらに場所的にも魔のカーブと言われるような危険なところであったと言われます。桜塚やっこんの事故現場の写真に心霊が写っているとして話題になったが、否定する意見も多い。大勢の惜しむ声がある中、亡くなった桜塚さっくんさん、事故現場の写真については心霊写真だ、違うの両方の声があるようです。写真自体がどちらとも言えそうな状態のため、二極化するのは仕方ないところなのかもしれませんね。